シニアのための弾き語り講座ギターで歌おうチャンネルです。今回はですね、加山雄三さん、作曲家としては段光作さんの名前でですね、ペンネームで、作曲 を活動を続けられてましたが、代表曲の旅人よ、これに挑戦したいと思います。それではまた1番をですね、歌詞とコード付きで私の方が演奏します。それから曲について解説いたします。よろしくお願いします。風に震える緑の草原、たどる瞳輝く若き旅人よ、空に鐘が鳴る遠いふるさとにいる母の歌に似て、やがて冬が冷たい雪を運ぶ、オリジナルキーはですね、Dマイナーです。今回はオリジナルキー通りのキーで、歌って演奏したいと思います。コード自体はですね、Dより簡単な A マイナーのコードでですね、演奏したいと思いますので、A マイナーを、カポでですね、5カポにして、Aマイナーで演奏しますが、キーは D マイナーという形でですね、演奏したいと思います。使用するコードはですね、A マイナー、ね、それと C、
B フラット。A シャープとも言います。E、F、G、E7、以上7種類のコードをですね、今回は使用いたします。右手のこう奏法ですが、最初はアルペジオでですね、こう定番のアルペジオで、風に震える緑の草原、5弦3弦2弦3弦1弦3弦2弦3弦と5弦3弦2弦3弦1弦3弦2弦3弦と、であとストロークでですね、途中からストロークでやる場合でしたら、ストロークでやってもいいと思います。まずはイントロですが、Aマイナーのハイコードのですね、1弦2弦と3弦だけ、これを押さえて、5弦のですね、1、2、3弦ですね、で、2弦3弦シャンチャン、2弦3弦
ね。風に震える緑の草原、たどる瞳輝く若き旅人よ。この B フラットですね。これはちょっと抑えづらいかもしれないですね。それではイントロから最後まで通しで弾いて終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。Sad
後に聞く母の歌に似て、やがて深い指示が欲しいよ飾るだろう。君の熱い想いで胸に潤む夢をうずめて、時は行くと命果てるまで、君よ夢よ心に若き旅人よ。最後まであのアルペジオでそのまま弾いてしまいました、ちょっと終わっちゃいました。そのまま、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。